皆さん大変長らくお待たせをいたしました。マイクロソフトの Windows 8とスクウェアエニックスのファイナルファンタジー14新生エオルゼアがコラボしてニコニコ超会議2に参加してみたい、ようこそお越しくださいました。たくさんの方にお集まりいただきました、ありがとうございます。さあ皆さん大変長らくお待たせをいたしました。続いてのステージプログラムはスクウェアエニックスがお送りする中村雄一立花慎之介スペシャルトークショーでーす。わーお待たせしました。さあというわけでファイナルファンタジーファンの皆様お待たせをいたしました。今日は素敵なゲストをお二方お呼びしています。さあ早速ご登場いただきましょう。まずは中村雄一さんです、どうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは、中村です。では簡単に中村さんのプロフィールを紹介させていただきます、はい、中村さんは現在放送されている俺の妹がこんなに可愛いわけがないの高坂京介役や夏行きランデブーの葉月涼介役をはじめ、はい、数多くのアニメやゲームの声優としてご活躍中です。ありがとうございます、はい、たくさんの方にお集まりいただきました、はい、本日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ではお席の方におかけください。では皆さんお待たせをいたしました、もうお一方お呼びしましょう。立花慎之介さんです、どうぞ。ようこそお越しくださいました。はい、立花慎之介です、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは簡単に立花さんのプロフィールもご紹介します。立花さんは現在放送中の DD 北斗の拳のケンシロウ役、そして神様はじめましたのトモエ役をはじめとして数多くのアニメやゲームの声優としてご活躍中です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれではここからは進行のお二人にも登場していただきましょう。ソケンさん、望月さん、お願いします。皆さん拍手でお迎えください。どうも皆さんこんにちは、ファイナルファンタジー14サウンドディレクターをやっているソケンと申します。はい、コミュニティチームの望月です、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ座りましょうか。はい、はい、ということでちょっとまずですねここでお知らせがございます、ガジェット通信さんよりですね現在お送りしている放送にちなんだ企画をやっておりまして、今現在かなりコメントをお寄せいただいてはいるんですが、まあ、このコメント数に応じたプレゼントを、お渡しするキャンペーンやっております。 URL 出ますかね、出ないかな。はい、あ、こちらですね。もうね今ね10万コメント超えてるんですって。え、そうなんですか。はい、すごい。なのでまあ、ここら辺のものというか今お二人多分壇上で初めて見たと思うんですが、うん、実はですね勝手に僕サイン色紙をプレゼントするという企画をここで既成事実を作ってしまおうかなと思っておりまして、でももう始まった瞬間にもう達成してるんですよね。達成してるんですよ。なのでおかしくねえか。いろいろありましてちょっと2名分ほど書いていただきたいかななんて思っておりますので、はい、14万より上はもう想定していない。ね、一応想定はしているんですが、じゃあうっかり20万いったら、うっかり20万いったらじゃあ何か考えます。はい、いいですね。はい。ということで皆さん引き続きコメントたくさんお寄せください。ということで改めてご紹介させていただきます。新生ファイナルファンタジー14に登場するですね、大変重要なキャラクターに命を吹き込んでいただきました声優の中村雄一さんと立花、はい、慎之介さんです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。で、中村さんはですね、はい、旧 FF14 に登場する種族のヒューランという非常に人間に似たタイプのそうですね、プレイヤーが操作するキャラクターのボイスを入れていただいたんですが、はい、そちらに引き続きの、ご参加ということで、はい、あるの同時にですね、実は Q14 のイベントをやったとき、今ここに素剣がいる位置に中村さんにいていただいて、ね、僕二人で。前回は司会でした。そうなの？はい。これ、昇格したんじゃないですか。ほぼ、当時の進行は中村さんにお任せする形で、僕、隣で、はい、はい、とうなずいて。そうなんだ。なんか、好きなこと喋れって言われたんで、なんで合成するときに重くなるんですかとか。
こっち側のサイドでイライラされてました。そうですね、イライラ発言、ね、すごく待ちますよねみたいな話を、はい、まあ、ただそれはね、僕からは言えないことだったんで、非常にあのそうですね、はい、ありがたかったですね。僕は社外のものなんで、はい、ちょっと言わせていただきました、はい。ではまたあの立花さんはですね、ちょっと今回あのこういう形で初めてなんですが、まあ実はちょっと違った形での不思議なご縁もございますので、今日はそういったところをですね、後ほどお伺いというか掘り下げながら、まあ織り交ぜながらお話伺っていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。で、せっかく素健さんにも言っていただけるので、今日は特にそういういろんな僕の知らないような、意外とあの開発のことって僕知らないじゃないですか。ああ、そうですね。なので、まあ、そういうところはきっちりとお話をいただいて、あの皆さんに楽しんでいただこうかなと思っておりますが、まあ、時間が限られているんでね、早速質問の方を移りたいと思いますが、普通ですね、これ最後に聞くだろうっていう質問をあえて今最初に聞いてみたいと思います。 お二人とても、ゲーム好きということで有名だと思うんですが、お二人が抱かれている FF シリーズに対する思いというものをちょっと中村さんの方からお聞かせいただければと思います。そうですね、まあ、はい、小さい時からやっていたゲームですから、はい、まあ、そういう意味ではこう関われるようになれたんだっていうのが感慨深いものですよね。なるほど、なるほど。本当に、まあ、昔からゲーム好きで、はい、まあ、FF とか、まあ、ドラクエとか、はい、特に好きだったんですけど、はい、あまりに好きで、中学生の時に、はい、僕職業3つ悩んでて、ほう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 、まあ、声優か、はい、格闘技をやってたんで、格闘家になるか、はい、ゲーム作るか、ほう、どれかって見てたんですけど、はい、当時スクエアが大卒が条件だった。なるほど。お、大学なんか出てられるかと。すいませんね、大学出た方、はい、申し訳ないと思って出てられるかと思って、格闘技やるにはこう身長がちょっと足りない、はい、なるほど、やっぱ80は超えてないと、あ、そうなんですね、外国勢と渡り合えないなと思いまして、もうそのぐらいの視野で考えてましたじゃあ声優かなってそうそう、やめてください、消去法みたいな、そこで落ち着いていや、もうそんなもんですよ。なるほど。あれそんなもんとか誰なのでね、やっぱりその、はい、プレイしてたものとは違いますけど、はい、やっぱそのシリーズの血を受け継いでるやつにこう関われた時っていうのは嬉しかったですね。なるほど、うん、ありがとうございます。立花さんの方はいかがなんでしょうか。はい、僕もゲームが大好きで、はい、それこそ小学校の頃には本当にゲームデザイナーになりたかったのはあったんですよ。一緒じゃん、ねええ、格闘家も格闘家も格闘家もそこは違えそこは今日言っとこう。でも、はい、やっぱりその FF シリーズすごい大好きで、僕の中で8と10が大好き、両方とも大好きで、はいはいはい、8をやってた時は、はい、やっぱりもうリノア派で、はい、マジっすか。え、俺リノアですよ。本当ですか。う、誰だ。今もう一回やってみてくださいよ。うちょっとリノは辛いですから。いや、辛いのは分かる。そっちですか。辛いのは分かる。こんなんするんですよ。まあ、します。確かにします。リノは好きになるみたいなこと。いいじゃない。やるやつ、いいじゃない。目の前いたらどう思いますか。いいじゃあいい。一周回っていい感じかもしれない。あとユーナも僕は結構好きだったんで、そういう意味では、はい、うん、なるほど。男のキャラはね、どうでもいいです。基本女である。女の子のキャラクター好きです。ははー、なるほど、ありがとうございます、ね、うん、という、まあ、お二人なんですが、まあ、いざそんなお二人がですね、14に今回ご出演いただけるということで、まあ、決まった時のちょっとお気持ちなども一緒に合わせてお伺いできればなと思っております。中村さんは特にファイナルファンタジーの13の指導ですとか、はい、まあ、あるいは霊式の方にも出演いただいているわけなんですけども、はい、改めて14ということで、14、はい、最初お話しいただいた時に、はい、本当に急遽いただいて、はい、で来週なんですけどみたいな。すいません。いやいや、本当になんかそれは後から現場で聞いたんですけど、はい、その日本語のボイスもあった方がいいんじゃないか、そのあくまでプレイヤーボイスなんで、はいはいはい、リアクションしかないんですけど、うん、ちょっと今回は日本人が吹き込んだものも実験的にやってみたいみたいなのを当時お話しされてたと思うんですけど、それでこう呼んでいただいて、なので11をやっぱ僕はすごくやっていたので、はい、なんかこうおおと思いながらやりましたけど、もともとボイスが英語版しかなかったんですよね。一番最初 のベータの時とかはなかったんですよね。橋原さんいかがでしょうか。
いやもうそういう意味では憧れの FF ができるっていうのは声を当てられるっていうのはすごい嬉しかったですし、 ありがとうございます。あのなんか、はい、先ほどもちょっと出ましたけど、はい、あの昔から僕スクエアさんにはご縁があるんですよね。そうですね、あって、はい、その話を、はい、でも制作スタッフさんは知らなかったんですよね、初めね。全く知らなかったとか存じ上げておりませんでした。全く知らなかったですね、はい、それで収録の時に、はい、まあ、実はっていう話をさせてもらって、はい、不思議なご縁がっていうのを、いや本当にびっくりしました。あの台本にも実はあのサインのところで書いていただいてるんですが、あのサインどこにあるの？はい、あの実はこの柱の向こう側にですね。あ、そうなんですね、はい、今日皆様のサインがございまして。なるほど。そこには元デバッカーと。そうなんです。本当に僕あのーなんだろう、いつぐらいの20歳か21とか、まあそれぐらいの頃なんですけど、はい、声優やる前に、はい、スクエアのデバッカーで働いてて、はい、で、その時に、まあいろいろ、タイトルをやらせていただいてて、はい、で、その頃、その、ちょうど、なんでしょう、僕らはバイトでやってたんですけど、はい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 、ちょうどその、まあスタッフさんというか、はい、スクエアさんの、はい、まあ社員兼、まあバイトみたいな方と一緒にやってたんですけど、はい、どうも、話を聞いていったら、はい、その僕らを管理していた社員さんの一人が、はい、今後ろにいるらしいっていう話を聞いて、そうなんですね、今14の宣伝担当をやっておりましたっていうのを収録の時初めて聞いて、はい、15年ぐらいにお会いして、あ、なんかこんな感じだったみたいな話をちょっと収録現場でしてましたね。キリ面影やったかなぐらいな感じで。そうそうです、そうです。なるほど。そんな懐かしい。どんなゲームを、どんなゲーム言っていい、言っていい、言っていい、もういいです、いいです、大丈夫です。どんな、レーシングラグーンとか。レーシング、いや、スクエア時代ですよね。いや、それよりも後かな。一番初めにやったのは、あの、聖剣伝説レジェンドオブマナー。あ、あーそうなんそう。なるほど。あと、LOM ですね。そうです、そうです。ダイスでチョコボとか、デュープリズムとか。デュープリズム。懐かしい。じゃあ、それにバグがあった場合はもう、立花さんのところでね、お前の、お前が見落としたんだ。本当だよ。本当で、立花チェックを経て、あの輝かしいゲームがあると。なるほど。そういうことですよね。そういうことですね。そうですね。そういうことですね。なるほどね。いいですね。ありがとうございます。いろいろ宣伝していただいて、すみません。はい。じゃあ、ちょっとここでガラッとお話変えさせていただいて、はい、せっかくなんで音楽関連ということで一つご質問させていただきたいんですが、中村さん、ケルト音楽がお好きとちょっと伺っているんですが、はいはい、その14の楽曲でこの曲好きだなとか、あるいはこんな雰囲気の曲聴いてみたいななんていうものあったりするんでしょうか。そうですね、今回、僕無事この申請のベータ当選いたしまして、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。本当ですよ。ちゃんと応募して1回目落とされたんですか。収録の時に愚痴ってらっしゃいました。そうなんです。生々しい。落とされた。そう、それでちょっと後から当選してやったんですけど、新生の方の曲が本当に変わってて。そうですね。音声収録の時に本当に作り直してるんですみたいなことは聞いてたんですけど、はいはい、まあどの程度かね、僕は分からなかったので、はい、うーんって思ってたんですけど、まさか本当に音楽まで作り直してると思わなくて、はい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 、で今そのグリタニアしかプレイできないですけど、もう他の特にリムサとかは早く聞きたいんですけど、リムサ早く聞きたいんですって。ソケンさん、もうちょっと待っててくださいね。何そのありきたりな答え。もうじきですね。いつ頃ですか。いやそれはね、それほど後ほどじゃあ、ま、いつ頃僕のリムサロミンサに行けるようになるの。今ここでボロッとするとぶち殺されるんで言えないです。本当ですか。ごめんなさい。え、さっきのあのオスっての格好してる人ですか。そうです、そうです。オスってが全てを握っておりますので。じゃあやめときましょう。で立花さんもですね、はいはい、エレキテルラウンドゼロとかその音楽ユニットでの、ご活躍が、はいはい、目覚ましいかなと思うんですが、はいはいはい、同じようにちょっと今のご質問させていただいてもよろしいですか、うん、そのどんな楽器の曲聴きたいとか。あ、でも、はい、僕もケルト結構好きで。そうなんですね。じゃあお二人結構共通されてるところが、ゲームのこのファンタジーゲームに合いますよね。そうなんだよね、うん、ああなるほど、うん、なんかファンタジーゲームといえば、まあ、ケルトとかちょっとこう、はいはいはい、民族系みたいなものが多いんで、はい、民族系ですって大好きですよ。ご用意してありますよ。本当ですか。本当ですか。ありますよ。それいつ頃聞けるんですか。まあ近い未来。近い未来とかここら辺までにしないとまたぶち殺されるんで。、はい、
まあ結局ね正座するのは我々です。そうなんです。まあそうですね、うん、はい、これ以上給料を下げられたらもうご飯も食えないんでもう勘弁してください。わかりました、勘弁します。まとめると近々聞けるかもみたいな。そういうことで。なるほど、お茶にごさせてください。はい、じゃあちょっとあのまた引き続き別の質問なんですが、ね、せっかくお二人いらっしゃいますし、普段どんな感じでゲームされてるのかななんていうのを伺ってみたいんですけど、そのプライベートで、ゲームされるときっていわゆる男性キャラと女性キャラってどっち使ってるんだろうみたいなのが知りたいんですけど、立花さんいかがですか。僕はもう女性キャラしか作りませんね。限定、限定です。女性以外は作りません。それは何故。いや基本的にこういうその、はい、まあオンラインだったり、はい、他のそのゲームにしろ、はい、そのデコレーションできるその武器防具を変えられるっていうのって、はい、女性キャラの方がデザイン性が高いものが多いんですよ。わかります。男性のなんかかっこいいんだけど、はい、なんかもうちょっとデザイン性が欲しいんだよねって思うと、はいはい、僕はだから女性キャラを作っちゃって、そこで結構その組み合わせて遊ぶことが多いんで。じゃあ比較的その見て楽しむというか。そうですね。なるほどなるほど、その方が多いですね。中村さんいかがですか。僕は、はい、11をやってた時はエルバーンでやってたんですけど、エルバーンの男でやってたんですけど、その経験、まあそこまでは、はい、大体ドラクエでも勇者は男にしたりとか多かったんですけど、はいはいはい、11がきっかけで、はい、それ以降は女性でやるようにしましたね。なるほど。なんかね、バナディールっていうチーフはですね、はい、エルバーンの男に非常に冷たいんですよ。もうちょっとじゃあ次ゲームするときはあったかく。そうですね。だから14はね、ミコッテですよね。ミコッテですか。はい、チヤホヤされるんですよね。なるほど。ただ時々執拗に話しかけてくる人がいてちょっと困るんですけど、ただエルバーン男の時にはこんなことなかったなと、思いましたね。まあ嬉しいようなめんどくせえようなと。そうですね。なるほど。これがモテる女の悩みかみたいな。わかりますね。また男だわみたいな。まあちょっと今種族の話が出てきたんで、中村さんミコッテを使われてるっていうことだったんですけど、もうじゃあこれ製品版もミコッテでそのままいっちゃいます。そうですね。なんかなんだろうな、立花さんの理由に比べてすごい邪念に満ちた。いやいや全然、ね、いや本当にねゲームの進行がうまくいくんですよ。なるほど。それはでも大事ですよね。そうなんです。酒場でね仲間を募集すると意外とすぐ集まる。すぐ集まってくる。エルバーン当時ねエルバーン男戦士とかでねパーティーを集めると断られるんです。マジか。本当にすごいなその絵。詩人さんいいですかっていうと、ちょっともうエルバーンの男とかちょっと。僕は女性にしか楽器を鳴らさない主義なんだぐらいのね感じ。すごいポリシーですね。あるんですよこの本当に。マジか。だからまあすごいね、気をつけてください、本当に気をつけてください。いわゆる姫ちゃんプレイというのを。そうですね。なるほど、祭り上げられたいです。なるほど。立花さんどうですか。女性キャラというと、まあ、今のミコッテもいるし、あとヒューランもいるし、エレゼンもいるし、僕もそういう意味ではベータに当選したんです。おこの間 おめでとうございます。ちょっと今土日がなかなかできなくて、はい、昨日夜の夜初めて。あれ昨日の夜、昨日の夜今朝5時までやってたんですけど、ちょっとあまりにも面白くて、ありがとうございますって言うと、すみませんって言うと大丈夫ですかっていうの、いろいろなんかこう複雑な気持ちなんですけど。そうだから僕まだちょっと、はい、種族の名前がよくわからない。あ、なるほど。ミコって猫のような、はい、なんかいっぱい猫で、猫いっぱいいるやつです。これもう僕猫で作ってます。猫の女の子です。猫耳と尻尾最高ですね、はい、じゃあ二方ともミコってだ。ちょっとね、街にミコッテが溢れすぎてて、でもそれを思った。ログインしたミコッテだらけなの。いたいた、いっぱいいた。ちょっとね、変わるといいですね。そうですね。でもあれでしょ、ソケンさんもミコッテでしょ。総合でしょ。はい。俺ハイランダ。あら。俺はでかいやつ。プロレスのロールプレイをしてるんで。プロレスのロール。生産とかしてる人の目の前にボーンって立って、それは俺のプロテインかな。そういうプレイをしてますね。あ、どうでもいい話ですね。いや、いいですよ。ね、ごめんなさいね、ここでソケンさんがうんって言ってくれたら、壇上全員ミコってですねっていうオチでいこうかなと思うんですけど、違ったわと思って、軽く今がっかりしてるところです。そっか、ちょっと書いといてよ、うん、そういうことは。それ面白くないでしょ、だって。今日はね、お二方が主役ということなんで、はい、じゃあちょっと、引き続き、今のところ分かったのは、ミコって、ミコってということなんで。